あれ？こんな音でしたっけ？マジで調査隊。夜に救急車が走ってたのを音を聞いたんですけれども、あれいつも聞いている救急車のサイレンの音とちょっと違うなと思ったんですね。変わったのかなと疑問に思いまして。救急車のサイレン音が変わった。早速街で救急車を探してみると、来ました。今救急車が来たんですが、いつもの音と変わりがあるようには聞こえません。これはまさかの誤報か。そこで札幌市消防局に問い合わせてみると、最近救急車のサイレンの音が変わったって聞いたんですが。はい、基本的には大きな違いはありません。昨年度納車された救急車にはメーカーが新たに製作した機器が装備されているため、これまでと違ったサイレン音に聞こえたのだと思います。なんと救急車に新たな機器が装備されていたのだ。もともと救急車には深夜の住宅街などを走行する際に使用するソフトな音質のサイレン機能を備えている。耳を澄ませてよく聞いてほしい。このように救急車には近隣住民への騒音に配慮する機能がついているのだ。そして今年3月、札幌市に導入された5台の救急車でこの音が変わったのだという。では新しい救急車のサイレンはどんな音をしているのか。しかし、なんと救急車の撮影は NG。およそ200万人が暮らす札幌の救急車は毎月8000件以上出動しており、取材に割いている時間はないのだ。そこで千歳でも救急車の音が変わったという情報を入手して取材を依頼したところ、何か起きたらすぐ出動という条件で取材が許可されたのだ。救急車が発進するとき、まず最初にこのボタンを押します。そういたしますと赤色灯と発進するときの警告音が鳴りますので、その次に自動でサイレンがスタートします。実は救急車はこのようなサイレンアンプというスイッチパネルでサイレンや警告音などを鳴らしているのだ。例えば、救急車が出動します、ご注意ください。そして次のボタンを説明しようとしたその時、あ、ちょっとストップストップ。本物より8局、千歳消防より8局、救急動画展開。なんと取材中でも救急車は出動。果たして新しいサイレンはどんな音をしているのか。マジで調査隊。本当に救急車のサイレン音が変わったのか徹底調査。緊急出動でいなくなった救急車を待つこと30分、無事任務を終え戻ってきたので取材を再開。交差点に進入する際はこちらのボタンを押します。交差点に進入します、ご注意ください。そしてより大きな音で注意を促したいときは、このようにさまざまなサイレンや人の声をボタン一つで鳴らすことができる。ボタンはマイクやハンドルにもついているのだ。そして依頼のあった新たなサイレンの音がこちらで、こちらが、コンフォートボタンテストのボタンです、になります。住宅街で一段低い音色を、奏でることができます。この音こそが依頼のあった新たなサイレン音。
コンフォートサイレンなのだ。このサイレンを製造したメーカーは、コンフォートサイレン自体はですね、通常のよく聞き慣れた P4 音をベースにですね、和音コーラスですねの処理をしまして、不快感の低減を狙ったサイレン音になっております。そもそも緊急自動車のサイレンは前方20メートル先で90デシベル以上、120デシベル以下と法令で音量が定められているのだ。しかし、救急車のサイレンがうるさい、住宅街では音を消して、など市民からの苦情が多く寄せられるが、音量は下げられない。そんな苦悩を解消すべく、メーカー側が考え出した苦肉の策だったのだ。こちらのコンフォートサイレンは、従来のサイレン音に和音のコーラスにすることで耳への不快感を軽減しているのだという。緊急走行へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。調査結果です。札幌を走る35台の救急車のうち5台に不快感を軽減するサイレン音が装備されていました。サイレンを変えようと思って変えたわけではなくって、たまたま新しい車にしたら音を変えられる機能がついていたということなんですね。伊田さんはこの新しい音聞いたことありました？今初めて聞きました。そうでした。確かに1音低いという、そんな音ですね。そうですね、札幌5台ですし、音を変えるっていうのは乗ってる隊員の判断になりますので、なかなか聞く機会はそんなに多いわけではないと思うんですが、ではそもそも救急車がサイレンを鳴らすというのは、急いで現場に向かっていることを周りの人や車に知らせ、事故などを防ぐためにサイレンを鳴らして走っています。また夜間の住宅街であっても、歩行者、自転車いないわけではないですので、事故防止のために鳴らす必要があるわけなんですね。確かにね、静かなその住宅街でも人が、いないとは限らないですもんね。そうなんですよね。しかし東京消防局のデータ見てみますと、驚きなんですが、緊急自動車のサイレン音などに対する苦情、2018年2019年は50件程度だったんですが、2020年には67件、2021年は同一人物から190件ありましたので、その分を差し引いて134件、2022年は213件と毎年増加しているんですね。サイレンが鳴っているということは命の危機にある人がいるということですから、ちょっと苦情というのは世知辛いなとは思うんですが、どうなんですかね。例えばコロナ禍で住宅とか家にいる機会が多くて、その中でサイレンが鳴ってとかっていう、なんか影響あるんですかね。2020年、21年、22年ってね、ちょうど、テレワークをしている方もいますし、さまざまな事情があってということではあると思うんですが、なるべく耳障りではないような音を開発しているそうなんです。大川さん、自動車、救急車近づいているのに避けなかった場合って何か違反になったりするんでしょうか？教えてください。はい、道路交通法40条というのがありまして、緊急自動車が接近してきた時には、道路の左側によって譲らなければならないという、そういう法律があります。反則金が6000円で、違反点は1点ということになってます。自分の走行に安全を確認してということが前提ですけれどもね。緊急車両への協力ぜひお願いいたします。暮らしの中で感じた疑問や悩みはもうすぐ調査隊まで。チャンネル登録もよろしくね。